ミノヒのアクションが今後2週間から1ヶ月ぐらいの間奇跡体験となって帰ってきそうな運気の組み合わせとなります。運が隠せている金運上昇チャンネルの坂上です。今日の金運体験を紹介します。いつもミノヒのアクションを教えていただきありがとうございます。弁財天様を参拝したり七福神グッズに小銭洗いと楽しんでやっています。生卵も牧場から届く新鮮なものをたまにいただいたりします。支払う予定の50万円を用意してたけど払わなくてよくなり手元に残り嬉しいですとのことでおめでとうございます。支払う予定がなくなるというとっても奇跡的な体験ですね。臨時収入も嬉しいですが、支払う予定がなくなるのもすごく嬉しいですが、臨時収入が入ってきたような感じですよね。コツコツと金運が溜まった時にいろんな形で金運体験が起こるんですが、支払いがなくなるというのも起こり出すことの一つです。また不思議な金運体験でもあるため、神様やご先祖様など守ってくださる存在からのここにいるよというサインでもあります。特に巳の日は不思議なことが起こるような感じがしています。そんな巳の日、5連続吉日らしの4日目にお金が貯まる、増やす力が高まる巳の日がやってきます。殿の日でお金を巡らし、一粒万倍日で金運を満杯にし、辰の日に金運のレベルを上昇させて、その金運が漏れていかないように増えていくようにと、財運の巳の日が動く出番です。流しそうめんのようにやってきた金運がそのまま通り過ぎていかないようにしっかりキャッチすることが巳の日のようなイメージです。今回は5連続吉日ラッシュの中で特に金運がいい日になりますので、26日の運気と金運が上がる過ごし方についてお伝えをしていきたいと思います。まずはじめに、ビューチンスのつながり、場を極める T 社のところから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。26日の順直はなる、物事が成就していく吉日となります。そして26日に入る吉日は祈りが通る月4日、願い事も通りやすい日となります。喜ぶことで喜びが舞い降りる天気などが入ります。心地いい状態、波動が高い状態がいい運気につながるようです。秋分の日に波動が高いエネルギーがチューニングした直後なので、ずーっと機運がつかめる吉日になります。運気が高いのでことを起こすといい結果につながりやすい日で、いいことが起こる日とは違うんですが、吉日にいいことが起こった場合は吉が溜まっているよ、機運が上がっているよ、運気の流れに乗っているよというサインになります。ですので吉日はいいことが起こる日とはちょっと違うんですが、今回特に機運に関する運気が高いのと、巳の日は結構奇跡体験が多い日になりますので、秋分の直後というのも相まって、巳の日のアクションが今後2週間から1ヶ月ぐらいの間奇跡体験となって帰ってきそうな運気の組み合わせとなります。26日の通所で大吉となることを見ていくと、お金に関することは全般大吉となります。お買い物、契約と支払い、貯金、投資、宝くじの購入、金融アクション、家計の見直しなど、特にお買い物が大吉になる日は月に数日だけなので貴重な日になります。前から欲しかったものや思い切った大きなお買い物もいい日ですし、普段の食材や日用品のお買い物など、どんなお買い物でも大吉となる日です。他に大吉となるアクションは、参拝、人と会うこと、打ち合わせや商談、学びに関すること、美容室、お掃除、捨て活、浄化などが大吉となります。どんな人も吉が溜めやすい日なんですね。そんな26日の巳の日に金運を高めるアクションは、1つ目、弁財天様の参拝です。これは巳の日のベーシックなアクションですね。冒頭に金運体験をされた方も行っていたアクションになりますが、巳の日は弁財天様の眷属が白蛇であることから、白蛇さんが弁財天様に直接お願い事を届けてくださると言われる日です。つまり願い事が通りやすい日なんですね。お気に入りのブランドのファミリーセールに働いている知り合いから直接連絡が入って、働いている知り合いから入場券をもらって激安でお買い物ができる日みたいなイメージです。ちょっとわかりにくかったらすいません。さらにこの日の吉日に祈りや願いが通りやすくなる月4日が入りますので、参拝がすごくいい日になるんですね。ご祈祷なども大吉となる日です。特に来年の干支である
巳の日が司る神様なので、今年のうちに一度は弁財天様に参拝に行くことは2025年にご加護に授かりやすくなりますので、参拝を考えていた人には特におすすめのアクションです。また祈りも通りやすい日なので、自分自身や大切な家族、お友達のことを祈ることもいい日ですし、先日大雨で甚大な被害が出て今も大変な思いをされている方や大切な方を亡くされた方もいらっしゃいますので、一刻も早い復興と安心して生活できますようにと祈りを捧げることも、祈りが通りやすいこの日には特にしたいアクションです。祈りの力というのはものすごくて、知っている人ではなかったとしても遠く離れてたとしても有効であり、特に医療分野で検証されている分野となります。研究されていて実証されています。この動画を見ている皆さん一人一人の力が集まると大きな力になります。26日は少しだけ時間をとって祈りを捧げる時間をとっていただけたらなと思います。2つ目は才能リストを書くです。なぜ才能リストがいいかと言いますと、弁財天様は昔弁財天と書かれていました。弁財天様は弁舌や音楽、芸術など才能にあふれる神様で、芸能人も弁財天様のもとへ足しげく通っているなんていう話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。そんなたくさんの才能のご利益でもある神様です。財運のご利益があるのも弁財天様なんです。つまり才能が財運に変わるのが弁財天様のご利益、ご加護がある巳の日のご利益なんですね。才能というとなんだかオリンピック選手のような天才的な能力のような感じもしますが、そんなに大きな能力じゃなくても人からよくお願いされること、褒められること、他の人は面倒くさいと言うけど自分自身は楽しくてたまらないなどは全て才能です。忙しい時に話しかけられてもニコニコしている才能、お皿の盛り付けのセンス、お金をもらわなくてもいいくらい占いを好きという情熱、シュールを高確率でもらう、おやつをねだる才能などたくさん才能があります。小さな才能だと感じてもその繰り返しで強化されて誰とでも仲良くなれる社交性や、お料理のセンス、ファッションのセンスにつながったり、好きな得意につながり専門性を極めていくなど、小さな目に感じることも実は氷山の一角で表面に出てきていないだけで大きな才能を持っていて、使えば使うほど磨かれていきます。反対にあまり使っていないと磨かれていきませんし鈍っていきますし、自分自身の才能として認めないものはこれは才能ではないと認定している状態なので、自由に発揮することができないんですね。ですので自分自身の持つ才能を認めることが自由に才能を発揮する第一歩となり、才能リストを書くことはそれが自分の才能であると認めている状態です。自分にはこの才能があると認識している状態なんですね。認めてないものは書くことができないんです。ですので才能リストを書くってすごくいいことなんです。誰しもたくさんの才能を持っていて、その才能が財産に変わる日ですので、もしかしたら気恥ずかしい気持ちになるかもしれませんが、あなたの持つ才能を書いてみてくださいね。才能という言葉だと思い浮かばないという場合は、好きなことや得意なこと、人から褒められること、お金をもらわなくてもしたいと思うくらい好きなことなど、書きやすいテーマを選んで書いていくといいですよ。三つ目は小銭洗いをするです。水の神様でもあり金運財運を持つ弁財天様の吉日、巳の日には水を使って金運を上げる小銭洗いはぴったりのアクションです。小銭洗いって金アップアクションの中でも臨時収入が入ってきたり金アップ効果を感じることも多いんですが、直近の巳の日で金運体験を引き寄せているアクションは縁起がいいですので、積極的にやった方がいいんですね。ですので冒頭でもいろんな体験をお伝えするようにしているんです。そして小銭洗いをおすすめの理由は大きく3つ理由があって、1つは金運を落とす権毒が払われる、2つ目はお金に好かれるようになる、3つ目はお金のブロックが外れる、この3つの理由があるんです。簡単に説明すると、権毒はお金がいろんな人の元を渡ってあなたの元にやってくる際に、お金に対してのネガティブな思い込みがある方や、支払いの時になんでこんなことに支払わないといけないのよ、お金を払わないといけないの、なんでこんなに高いのなど、ネガティブな気持ちを発する方のところにいた場合、お金に降りかかる邪気のことなんですね。この邪気が溜まると
機運を下げる悪さをするようになってしまうので、持っていると機運が下がるようなことが起こり出します。ですのでゴンドコを流すことで機運を下げる動きが止まり、働きが止まり、機運アップするということと、二つ目が邪気がついている場合って、人間でもイライラしたり、ささくれたり、クサクサしたり、心がささくれた状態になって、あまりいい気分ではないんですね。そんな邪気をお金から払ってくれたことに、小銭さんたちはすごく感謝して、洗ってくれたあなたのことを好きになります。そして、お金さんはおしゃべりで、みんなと集まることが好きなので、嬉しいことはすぐに仲間と話します。そうすると、そんなところがあるの？すぐに行ってみたい。僕も行く。私も。わしだって。と盛り上がり、みんなで行ってみよう。とたくさんのお金がやってくるようになります。最後に、ゆきちさんが、うちの子を親切にしてもらったから、お礼に来ました。とやってきてくれるんです。もしかしたら、エイチさんかもしれませんね。三つ目は、お金のブロックがあった時に、そのブロックに気づいてなくて、普段から発動して、お金が巡らないということや、気づいているけど、そこからどうしたらいいかわからない、ということもあります。それが気づいたら、取れてたっていうことが、小銭洗いにはあるんです。例えば、お金は汚い、お金は悪いもの、お金を持つことは悪いことだ、と思ってたとして、小銭洗いをするようになると、植物を育てている時のような愛情が湧いてくるようになります。小銭洗いが、ゴンドコを落としてると思うと、楽になった、お湯は冷たくない、など、そんな気持ちが自然と湧くからなんです。そうして、我が子やペット、観葉植物のように小銭のことを思うようになると、物というよりは生物のように感じるようになり、お金は悪い、汚いって思えなくなるんですね。お金は悪いもの？え？こんなに毎日頑張ってのに？と違和感を感じるようになり、気づいたらお金が入ってくることを止めていたブロックがなくなっているんです。水の神様でもある、金運財運の弁財天様の吉日、9月26日、身の日にぴったりのアクションですね。いいなと思うアクションがあったら、ぜひ試してみてくださいね。今日の動画でもグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また、タカミンが全国を旅して出会った最強の浄化アイテム、白い恵みが発売されています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に、邪気を払い、波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは、次の動画でお会いしましょう。